皆様こんにちは。住まいで暮らしを楽しむチャンネルナビゲーターの倉田亜美です。今回はここ土屋グループ銀座ショールームで月間の展示会をされたキルト作家の高橋千春さんと、インテリア茶箱制作指導ディスプレイ監修の藤村明子さんの対談の様子と作品の様子の紹介となります。それでは対談の様子をご覧ください。この度は展示会開催おめでとうございます。ありがとうございます。今回は暮らしに寄り添うハワイアンキルトということなんですけれども、そもそもハワイアンキルトとはどういうものか教えてください。はい、本場アメリカからハワイに来た宣教師の方々がハワイの女性たちにアメリカ本土で流行ってますパッチワークキルトを教えたことがきっかけになりまして、ハワイのお庭で白いシーツなどが干されている時にハワイの花々たちの影がゆらゆら揺れているのをインスピレーションし、ハワイアンキルトになったと言われております。そういうことだったんですね。それでこういったステンドグラスみたいなのが、ハワイの草花をモチーフにしたものが多いです。そう、もともとはこういう葉っぱとかがあったんですね。そうです、はい、今回の新しい試みとしては、はい、どのような作品がありますか。はい、もちろん普通のキルトは、あるんですけど、今回の新しい試みはこういった茶箱にキルトを包むという新しい試みをしてみました。普通ハワイアンキルトというと、はい、平面だったりバッグだったり、はい、今回はこうやって立体にするとい、はい、こういうシェードとか、まあ、暮らしに寄り添う、そうですね、なんかちょっと皆さん気軽な気持ちでハワイアンキルトとかキルト全体を使っていただけたらなと思いまして、今回の展示会のコンセプトにいたしました。ですね、キルトっていうのは綿が入っているのが、そうです、はい、でこういうのはなんかこうパッチワーク的に、そうですね、基本的にハワイアンキルトというのはアプリケといって布をこう立てまつりするということがハワイアンキルトなんですけれども、はい、で今回はこのキルト芯とモチーフで、一応キルト芯が入っていることはパッチワークというので、今回の茶箱に仕立てて。いろいろ種類があるみたいなんです。こう内側にきちっとこう折り込んで縫い込んでいるのとか、はい、こう切りつぶし、ね、この今回こちらはミシンで仕立てたのでこのようになります。こちらはハンドで仕上げましたので、布の端を折り込んで作っていきました。ね、あとこういう差し子も今回初めて私は拝見したんですけど、はい、今回差し子ミシンという特別なミシンを使いまして、周りはこの下の大きな周り、こちらの周りは差し子ミシンでしてみました、ね、素敵な感じで、こういうフォントっていうかこういうのも、そうですね、最近スキャンカッターというのがブラザーさんで出てまして、そちらをちょっと購入したので、文字などをカッターで切れるものがありますので、ちょっとこういったものに文字も取り入れることをチャレンジしてみました。素敵です、ね、ありがとうございます。フォントも素敵ですし、はい、このモチーフこちらもこういう、そうなんです、今回このシェードはハワイの国旗とあとハワイの8頭の文字を入れてみました、ね、かっこいい、かっこいい、はい、ありがとうございます。これもキルトになっていてシェードに貼って、もちろんこちらも手作りなんです。これも一緒に作っていろいろ今回はたくさん、そうですね、ちょっと変わったものを作ってみました、ね、はい、クッションとかもね、そうですね、ちょっとこれは新作で今回、はい、と、やっぱり草花がモチーフ、そうですね、これはクラウンというお花がモチーフになって作ったものです、でこちらは実のなるもので、ね、マンゴー、それはマンゴーだったんですね、です、そう、ちょっと可愛らしいマンゴーを作って、ね、あとグラデーションがすごい素敵、はい、そうなんですよね、ちょっと奥行きがある感じにできます、手染めの布で作っております、
ね、グラデーションとかもオーダーして、あ、そうですね、デザインを決めてからオーダーをしたり、いろいろちょっと試みております。面白い。これもエビロブスター、ロブスターアメリカだから、あ、そうですね、ハッチワーク発祥っていうことで、そうですね、なんとなくイメージが、今回ちょっと色もあって、あったので、ちょっと前からちょっとこのデザインを作りたかったので、はい、ちょっとお遊びをしてみました。今回のテーマカラーっていうのは、基本的なテーマカラーは何ですか？そうですね、一応2つのブースというか、あの、コンシロ赤の、ここが赤いので、そうですね、赤いのでコンシロ赤と、あとはそのグラデーションの緑と、ちょっと気持ちが安らぐような、そうですよね、はい、今にしたいなっていう、空間にしたいなと思ったので、そのグリーンを中心にと、あとトリコロールカラーを中心に2つの感じで区切ってみました、自然な感じで、もともとのそのシーツにその葉っぱの影が映ったって、その原点である白のグリーンと、あと今回はこのショールームの赤いソファーにで、トリコロールカラーで作品を考えられたっていう。あ、そうですね、はい、すごいお花も豪華だし、 ありがとうございます。とても赤いのに、はい、とても合いました。はい、とこちらも刺し子で、私のワンピースもちょっと刺し子チックにして、原点の、そうなんですね、私もワンピース今回の、白い、あの、そうです、パンの実のワンピースを着てみました。パンの実です、はい、見ました、はい、ちょっとね、ハワイアン、そうですね、チップの感じで、はい、まとめてみました、ね、ハワイアンっていうと黄色とかオレンジとか、あ、そうですね、明るいね、そういうものしか知らなかった、馴染みがなかったとか、まあ知らなかったので、あ、そうですね、まあいろんなお色を使ってもね、できますので、ご自分のね、家にあってちょっとシックにしたい方はトーンを抑えたり、自由でもシンプル、はい、できると思います。素敵、ありがとうございます。あとシェードもこれ一つしかないんですけど、二つセットで展示会では、展示しておりますので、ぜひ、まあ、今回はこういうことなので直接は、はい、ご覧いただけないかもしれないですけど、ぜひこの動画をご覧になって、楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございます。はい、まだこれからでございます。まだこれからのね、はい、27日までやっておりますので、もしよろしかったらよろしくお願いいたします。10時半から4時まで。4時までですね。はい。でも動画配信していきますので。はい。じゃあ作品についてのちょっと一つ一つ紹介していただきたいと思います。はい。こちらは、はい、こちらはフィッシュバッグという、フィッシュフックというデザインで、幸せを釣り上げるという意味です。釣りの時の針ですね。で、ハワイのジュエリーの中ではすごく一般的なデザインなんですね。それをちょっとキルトにしてみまして、ちょっと男性もモテるように、ちょっとマニッシュな感じとスタイリッシュを作ってみました。で、後ろはちょっとこんな縄みたいですね、ちょっとちょっとなんか 和風とも言えなくもない、まあ、そうですね、はい、でちょっとくり抜く技法っていうか、上に乗せてアプリケをするんではなく、布を切って中の布を見せるという、リバースという方法で、はい、何枚も重ねて、あ、そうです、はい、やってみました。そっかそっか、こういうのは普通は紺地に上にこうアプリケするけど、これは押してカットして、黒い布をカットして下に白い布を置いて、それを立て祭りするという、そうなんですね、いろんな技法があるんです、うん、はい、あとはこちら、こちらの、はい、これはトレーで、こういうお盆というかトレーですね、トレーなんですけれども、ここが変えられるようになって、周りはカルトナージュで、あきこ先生も教えていただきまして、作りました。簡単に作れるで、中はティアレというハワイ のお花のモチーフに、ティアレです、はい、なっております。で、こう外して、裏も可愛いです。あ、裏もそうですね、ハワイの、一応ハワイのモチーフの布になっております。で、その元祖ハワイアン
キルトの発祥っていうか、はい、白いそうですね、に白い地に草花のモチーフ、そうですね、これは本当ザ・ホンメリのモチーフになると思います。でちょっと今回のグラデーションのある、うん、あの手染めの布を使いましたので、ちょっとあの奥行きがあった、手染めなんですか。あ、グラデーションはみんな手染め、そうです、手染めでやっていただいて作っていただいているものになります。ありがとうございます。中が入れ替えられるので、裏返しにしたり、紙を塗ったり、そうですね、こう裏返しにすれば、このようにではアクリル板が入るので、物をこぼしても、はい、大丈夫、この上にアクリル板をいつもは載せます。これはピクニックバスケットですか。そうです、ピクニックバスケットになって、ね、あの皆さん手持ちのバスケットにこのカバーだけ、それが取り外しできますので、ね、このような感じで、そういうふうになるんですね。はい、なのでもう普通のバスケットにこの布をつけたり、で裏にはゴムを渡してあるので、ここにつけられるということになります。まあね、ご自宅に皆さんこういうバスケットは一つお持ちだと思いますので、こういうふうにちょっと工夫して楽しい感じにしてもいいと思います。ね、とってもトリコロールカラーですね。ちゃんとそうです、ここら辺にアクセントが入っていろいろあって面白いです。楽しい。あとはステンドグラス、あ、そうですね、あれはもう本当にガラスにの、まあ、ステンドグラスに、うん、あのデザインして、うん、はい、ちょっと光のある感じに、ね、やはりなると思います。あの、グラデーションの布を使ってますので、本当になんか窓枠みたいで明るい感じもするし、ちょうどね長方形にしてあるので、窓枠みたいな感じになっております。言葉みたいな感じですか。あ、そうか、どうぞ、では今後の活動についてお伺いしたいと思います。はい、今後していきたいことは何でしょうか。はい、今後の活動としては、まあ、活動っていうことではないんですけれども、もう少しちょっと若い方々に、あのもちろんハワイアンキルトもそうなんですけど、パッチワーク全体をあの本当気軽なものだというものをちょっと伝えていって、あの若い方々にもう少し広げていきたいなと思っております。ぜひ今後のご活躍も期待しております。ありがとうございます。いかがでしたか。ハワイアンキルトの歴史から始まり、茶箱をキルトで包む新作のご紹介や素敵なクッションやバッグのご紹介もありましたね。今回の暮らしに寄り添うハワイアンキルト展は銀座ショールームのブログや Facebook でもご覧いただけますので、そちらでもぜひチェックしてみてくださいね。ここ土屋グループ銀座ショールームでは様々なセミナーやイベントを開催しておりますので、銀座ショールームで検索してみてくださいね。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。また別チャンネルでございますが、グラタアミでございますでは私のプライベート動画も配信しておりますので、そちらもぜひ概要欄からチェックしてご覧いただければと思います。それでは本日は以上となります。チャンネルナビゲーターはグラタアミでした。